渡辺翔司、太田達也、38歳外に弾くようにあの方並みになるって感じで、はい、大丈夫そうですか？全然大丈夫です。ちなみになんですけど、牛の向き、助手席側にみんな向いてるんですけど、やっぱこれって意味があるんですか？これは全部助手席、ほんと一番いいのは互い違いに顔の向きこうやって変えてやった牛の広さで言ったら、なるほど、広いんですよ。運転席側に向けたら見ていくから、みんな右車線がずっと閉鎖されるから。あ、そうか、そういうことなんですね。行くよ俺、消えた、はい、あ、開いた、もう行っちゃうか、行く行く消えた消えた、じゃあね、お疲れ様です。開いたそうです。開いたの？もう行っちゃいますが、あ、すぐ行っちゃいます。何食いましょうか。これラーメンとそれセットいただき、はい、役所って生態っていうか生き物のやつ、はい、こう書くんですよ。要は船で責任取りませんよ、あ、っていうやつ。
か、腹減ってんですか。え、牧草アレルギーなんか。なんでですか。カチカチに向いてないですか。カチカチに向いてない。ホリもそうなんですか。今日の運行予定を教えてもらいたいんですけど、下船1時間前に車に戻って、そう朝やったりとか、はい、汚れたやつ全部片付けて降りる。それで行けるところまで、行けるところまでって行き過ぎても鹿がまずちょっと様子見ながら走ってきます、430を守りながら10時10分頃揺れてくるんで気をつけてください。カートン買いなんですね。そのついでに俺タイヤワックス塗るの。タイヤワックス塗る。え、もう塗ってるじゃないですか。いやいや、ちょっと足りない。足りない。足りないです。まあ、でもこれ見た目だけでなんかタイヤのチェックとかっていうのも含めてですよね。高速走るから距離長いじゃないですか。はい。まあ、やっぱタイヤは見てないとやばいです。なるほどなるほど。事故の元なんで。いい感じでむしゃむしゃ食べてますね。ご飯あげたんですよね。そうですか。いい。次パーキング行ってみる。お水。ちなみにパーキングどこ予定？小矢部川ってパーキング。小矢部川、それで、ね、多分ゆっくり走って4時間と4時間ぐらい。どうされました？ちょっと緩い。あ、そう。緩い。蜂の箱が。あ、蜂が飛んでる。あ、俺そうだと。あ、なるほど。いやここで入れるっすね。ちょうどいいんですか、この場所が。時間4時間で来るのが大体ここなんで、うん、ここなんで。あ、新潟からだと。そうこの本州に来たかったんですよね。内地対応したかった。それが現実現しちゃったっすから大丈夫。